江な城は、摂津国崎西郡江なみ層、現在の大阪府大阪市城東区、野江付近にあった、日本の城。ここの東側に存在した室町幕府領所河内17箇所に、ちなみ、別名を17箇所城とも言った。江な城は、江口の戦いで8ヶ月間牢城した県城で、あるのにもかかわらず、城郭については、不明な点が多い。この地は、 マムタテ築造によって陸地化した場所で、平安時代に江波層という荘園が成立した。地域の南側は旧山戸川と旧淀川の合流地点で、周囲は氾濫源、低湿地であり、野江水神社付近のわずかな高台に築かれたのではないかと思われる。しかし、その定石も、元禄17年2月27日から始まった。 大和川の付け替え工事に伴って、現在と大きく地形が変化し場所の特定など、困難になってしまっている。この城は元来も、総三が館なれば、急遽の要害をこしらえ、日来は、四足江門の大部正勝を籠を受けたりとの記載が見受けられる。総三は、三好正長のことで、江門の大部正勝は、正長の息子、三好正勝のことを指し、 強固な城郭を築いたのではないかと推察されている。城氏については大きく三つに分けられる。江波の地の所見は南北朝の騒乱の時で楠木正則が王安2年3月天皇寺から江波に退いて陣を敷いたという記録がある。この時の陣所はどこか定かではないが、日本城郭体系によると地勢から言って野江水神社周辺であったと解説している。 ただ、この時の人所が、後の強固な城郭に繋がっていたのかは定かではない。石山本願寺の復興も形状として、明確に記述されているのが、天文17年10月28日。この時、三好町警報が江波城を攻め、後に、摂津各地で放火されるが、この時が城としての文献上の所見である。江口の戦いの始まりが、 この10月28日の記述ではないかと思われている。その後、三好正長は江口城で、内ちに三好正勝も父の死をきっかけに河原林城に逃げ去っていった。廃城については記録がないのでわからないが、その後文献から姿を消したことから、この時に廃城になったと思われる。江波城が廃城になった後、 この城石を石山本願寺が再利用したと推定されている。石山合戦の時に51の市場が作られたが、によると、その51の市場の中に、野江という名前が見受けられる。これにより、野江城、野江鳥では、江波城跡を再利用し、その位置は、野江水神社付近が最も有力であると指摘されている。この地はたびたび大きな水害に悩まされていたが、 江波城を築城している最中にも水害に遭い、それを沈めるために、三好正長が守護神として城内に社を建てたのが、野江水神社の始まりと言われている。この時の社の位置が、現在の社殿の位置と言われているので、おそらくこの野江水神社を含めた部分が、城郭であったと推察されている。また豊臣秀吉も大阪城を築城する際には、社殿を集築し、 国家太平を祈願したとの伝承が残っている。ありがとうございます。